こんばんは、皆さん。一週間のご無沙汰です。え、YouTube 始まりました。お相手は DJ マクワードル高雪です。えー、11月になりましたら皆さん。いかがお過ごしでしょうか。ま、あのー、11月に入ってからちょっとずつですけど、こう、寒くなってますね。まあ、昼間はまだまだ暑いんですけど、あのー、まあ、朝夕、ね。ちょっとひんやりして、お、なんかちょっと、 いい感じじゃないのみたいな感じになってきてますけれども、なんかね、この時期になるとね、あの、この、なんていうのかな、この風とかがこう、学園祭の雰囲気の風になってきてるわけよ。なんかわかるって人いるでしょなんか、このちょっと寒くなってきたあたりが、ちょっとこう、学園祭の準備をしているような感じになるんですよね。あのー、だけどね、学園祭の時期っていうのはね、ちょっとあのー、 夜景です。あの、なんかあの、もう寒いと見込んで、こう、おでんを販売したり、こう、お汁粉を販売したら、 めちゃくちゃ暑いとかね <laughs>。まあよくあるんですけど、まあそんな感じで、今週もえ張り切っていきましょう。あのメール待ってますんでね、あの、797アットマーク、FM ギノワンドット COM、797アットマーク、FM ギノワンドット COM でえーメール待ってます。え、サイマルラジオでも聞けるんでね、あの、電波の入らねえっていうところは、え、サイマルラジオとかね、あのパソコンで見てください。ユーストリームツイキャスからもコメント OK、コメント待ってますよ。よろしくお願いします。 えー、今週はですね素敵なゲストも登場しますんでお楽しみにしてくださいねそれでは今週もね張り切っていきましょうかこの番組はボディマッサージとアロマのリメディアルアロマスクールサロンティーズ歯を守ることそれは命を守ることを個人だしかクリニック マルコトラスクが大好評のワイズサポート。酒類全般輸入卸し通信販売上ワ y 商事。アパートの修繕リフォームならショーンプレスの提供でお送りします。 はい。皆さん、こんばんは。改めまして、YouTube の時間です。えー、お相手は DJ マークアードル高ゆきです。よろしくお願いします。はい。<laughs> まあ、先週からね、あのー、生放送がまたね、スタートしてね、ちょっとあのー、緊張しながらやってるんですけど、ちょっとずつ慣れてきましたよ、皆さん。<laughs> えー、今週もよろしくお願いします。 えー、ハロウィンね、終わりましたね。なんかあのー、最近仮装すごいね、みんなね。で、この仮装がね、もうなんつうんだろう。こう、イベントだけじゃなく、もうなんかあの、学校とか保育園、幼稚園とかね、もう一般的なレベルまでものすごく浸透してるなーって思ってね、すごいなんか楽しいですよね。あのー、みんな上手に楽しんでるなーと思ってね。 あのー、ハロウィンの日ね、僕らの会社ね、あのー、方にもね、あのー、来たんですよ、この <laughs> ハロウィンのちびっ子たちが、<laughs> みんな可愛かったね、なんかね、もうこう、あのー、100均とかダイソーで買ったのも、えー、子もいたんですけど、プラス、あこれ、お母さん、定携頑張ってるやつさーっていうような、なんかあの創意工夫に満ちたね。 <laughs> やつがあって結構可愛かったですよ。うんなんかそういうのがこうほっこりしていいねあ。お母さん、昨日これ頑張ってるやつさみたいな。<laughs> おお、こう来たかみたいなね、そういうアイデアとかが感じられるとなんかいいなと思いますね。うんで、あのーまあ、僕もね、こうあの海賊で、ね、出迎えたんですよ。頭にこうドクロの,、ね、あのスカーフを巻いて であの100均で買ったね、あの、ドクロのこの眼帯みたいのね、それやって、迎え、迎えたところ、引いてましたね。<laughs> え、このおじさん怖いみたいな、本物かもみたいな。<laughs> まあ、その辺がちょっと可愛いですよね。うんまた来年もね、ぜひ来てほしいですよ、本当にね。うんえー、選手はですね、あの、普天間高校のね、あの39期の、あの、 えーまあ、後ほどもね、もう実はちょっとあの告知をバンバンやるんですけど、明日あの普天間高校39期生の同窓会がねあるんですよね。で、それで、あの実行委員の C ゲー,ーさんとね、あ佐喜眞さんが先週はいらしててね、あのー、いろいろ告知してくれてありがたかったですよ。またね、あの終わったらね、この同窓会の後に、またなんかこう、あのー、報告でもいいですしね、なんかちょっと、まあ、遊びに来てくださいよ。本当にね、何でもいいですよ。 あのー、昨日実は夫婦喧嘩しちゃってさみたいな。<laughs> そういう愚痴りに来てもいいですし。まあ,あの何でもね。オッケーなんであのー、どんどん遊びに来てください。よろしくお願いします、えー、今週はですね。まあ、あのー、いろんな。まあ曲をかけながらあのー、<laughs> お届けしたいんですが、えー、先ほどもあの言いましたけどね。あの今週は実はあのー、オカリナ奏者のチーナさんが。<laughs> えー、いらっしゃってますんでね、あのー、楽しみにしてください。で、あのー、チーナさんとのトークをね、あのー、いっぱいいろいろおしゃべりしたいなと思ってますんで、今週はちょっとあの前半はちょっと、あのー、早め早めでね、<laughs> 行きたいなーって思ってますんで、えー、よろしくお願いします。えー、っとですね、あのメールの方もね、来てますんでね、ありがとうございます。えー、メール紹介させてください。かよださん、スタッフの皆さん、こんばんは。 えー今週は一気に寒くなりましたね。えー、秋色、秋風。空も澄み切って見えます。ハロウィンも終わって、あっという間にクリスマスイルミネーションの点灯式もあったりで、世の中は冬に向かって動き出してるなーと感じています。かよたさんはどんな一週間だったでしょうか。えー、先週の特集は最高でしたね。いろんな話も聞けて楽しかったです。今日も最後まで聞いてますね。かよたさん、千ばりよー。えー YouTube ネームが白山団地の三女さん、ありがとうございます。本当、いつもありがとうございますね。本当ね、先週最高でしたね。あの、この、シーゲーさんと佐喜眞さんの、この、なんていうんですかね、この、バランスがね、<laughs> すごい良かったですよ。いいコンビだなぁと思ってね、これ、明日の同窓会も絶対大成功ですね、もうね。え本、ー、当に、一気に冬に向かって動き出してますけどね、あの、白山団地の三女さんも、 風などひかなどかいいようにね、えー、気をつけてください、えー、じゃあ今週の1曲目ですね、えーえー、1曲目終わってちょっとあのおしゃべりしてでその後またちょっと曲かけて、えー、ゲストの方をお呼びしますんでねまずはちょっとだけ今週の1曲目を聞いてみてください、うんえー、今週は1曲目です「RU をスピードワゴンで涙のフィリング」 はい。REO スピードワゴンで涙のフィーリングをお届けしております。じゃあね、えっ、ー、と、これも、あの、曲かけながらね、まあちょっと番組の方進行していくんですが、あの、先週ですね、僕あの、映画見に行きましてね、見た映画がですね、あの、ボーンシリーズですよ。ボーン、えー、ジェイソン・ボーンを見てきましてね、 面白かったですね。であの今週は、ね、ちょっとだけあの映画の話題を、ね、話そうかなと思ってるんですけど、まあ、ジェイソン・ボーン、これマッド・デーモン、マッド・デーモンの映画に外れなしっていう、ね、あの僕の中での格言があるんですけど、ね。すごい面白かったですよ。あと、ね、気になるのが、えー、沖縄を変えた男。これ、ゴリーさんがねガレ、えー、ガレッジセールのゴリが出てるやつですけど、ね。これね、再監督怖い。うん、<laughs> そんな感じです。 次、えー、これはね、えー、トム・ハンクスが出てるね、インフェルノ。これはあの、ダビンチ・コードのシリーズっていうかね、まあ、続編みたいな感じでね、これもすごい楽しみです。僕、これ見に行くと思います。あと、バイオ・ハザード・ザ・ファイナル。これも最終でしょうね。すべてが終わるって書いてますからね。でもね、これ、こんなキャッチフレーズの後に、また出たりするんだよね。<laughs> でもこれってあの、バイオハザードってあの、要はあれじゃん。あのー、えー、あのー、ゲームじゃん。ゲームからよくぞここまで話を引っ張ったなって僕は思ってます。はい、えー、あとはですね、シーサイドスクワット。これはね、ちょっとあの、なんかあのー、怖いやつでしょ <laughs> あの僕、あまりこれわからないです。あとはね、あ海賊と呼ばれた男っていうね、これ、岡田君ね、V6 の岡田君が出るやつもあるんですけど、これはまあ海賊と呼ばれた男っていうから、ワンピースみたいなもんかな。うん、はい、じゃあ次は、えー、4月は君の嘘っていうね、やつがあるんです。これはもうあれでしょ、僕の中ではあの、君の名はみたいなね、その辺と僕はかぶってるんですよね、えー。君の名はすごいですね、今、まあ、ね、なんかあの、 興行収入ね、39日間、公開から39日間で130億円稼いだそうですよ、すごいですね。なんかね、あの、おじさんがね、職務質問されてるやつの絵があって、君の名はっていうのがあったんですけどね、<laughs> あれ大爆笑でした。あとはなんかあの、ロープがあってね、君の名はっていうのもあったんですね。はい、これもおかしかったですよ。でもあれね、なんかちょっと設定がね、転校生に似てない僕ら世代から言うと。 俺があいつで、あいつが俺でみたいなね。<laughs> そんな感じに思ってますが、えー、ここでですね、まぁ、あ、ちょっと一曲かけて、えー、ゲストのチーナーさんをね、えー、ちょっとお迎えしたいんですが、これね、ちょっとね、あのー、僕、先週、シゲさんからね、ちょっとリクエストいただいたんですけど、あのー、以上、3ディグリーズはおかけします。ですが、苦い涙、僕、 あの、ちょっとありませんでした <laughs>。なので、これ聞いてください。ごめんなさい。えー、曲はですね、3DGs で、声のならず者。 はい。3、D、グリーズをおかけしてる間に、えー、スタジオにはですね、今ちょっと準備をしておりましてね、えー、オカリナ奏者のチーナーさんがね、もう今、スタンバイ中でございます。<laughs> 今ヘッドホンをつけようとしております。<laughs> <Okay. S 1> <laughs> オッケーですかマイクは一番でオッケーですね、ナオキににね。はい、もうナオキニーニ準レギュラーみたいなもんですからね、<laughs> もうね、はい。<laughs> えー、ちょっとあの、 3DGs、声のならずものをかけてますからね。はい。で、あの、今日はね、あの、もう早速紹介いってもいいですか。ええ、今日のゲストです。オカリナ奏者のチーナさんです。はい、よろしくお願いします。いらっしゃいませ。ウェルカム、ウェルカム。チーナさん、あの、30分番組ですんでね、すいませんけど、トントンと言きましょうか。はい、行こうね。じゃあね、まずは、一曲聴かせてください。チーナさん。はい。すいませんけど、こんな前振りですいません。いえいえ、全然です。明日のね、あれですよね、同窓会でも披露、ね。 されるんですよね,すねな,なっちゃいましたね <laughs> <laughs> じゃあまずは聞いてくださいよろしくお願いします、はい、多分ねふてもこそやったら、はい、ああ懐かしいと言ってくれるかなって感じですねあいいですね、はい、じゃあお願いします、はいはい チナさんありがとうございます今のはわらが武天間高校の校歌ですよねでしたよねいいすねチーナさんあのまずメールちょっと言ってもいいですかどうぞはいじゃあちょっとメールをね読ませてください先週は緊張でガチガチの私たちをうまくサポートしてくれてありがとうございました今週もこれは原文のまま読ませていただきます原文ははい今週も同級生の出口オカリナおじ 品直樹くんが、えー、ゲスト出演すると聞いて私も行きたかったのですが足がつりそうなのでラジオで聞いておこうと思っていますそれから明日の同窓会に来なかった人は実家に行ってピンポンダッシュをしますと追加の告知よろしくお願いします1週間もしこのメッセージを読まなかった場合直樹くんと高行さんの実家にも行かせてもらいますのでよろしく <laughs> ではお二人さん放送頑張ってくださいリクエストは普天間高校の校歌をおっ おかりなバージョンでお願いしますとあ<れ>。あら。来てますよ。しげえさん。あ、しげさんっていうか、あの、平の実行委員って書いてある。の実行員。<laughs> <laughs> これあの、追伸もあります。追信<伸>えー、くんは、はい、おぎのめようこのモノマネがかなり得意なので、頼めばすぐやってくれると思うので、頼んでみてくださいね、と来ております。 の多分先週ね、俺もほら、前りそうそう、あのニーニがね、平野実行委員のシーゲイさんは、デーモン小暮れのものまねがすごく上手だというのを僕に教えてくれたんでね、僕、ちょっとむちゃぶりしました。と言っとくけどね、大木のめちゃんはものまねが上手じゃなくて、まだ痩せてたあの女装して、 大きめちゃんを踊ったっていうあなるほどだから踊れたんじゃねえのっていうだと思うんだけどダンシングクイーンですかダンシングヒーローですねヒーローであのあれですよねあの足の動きがすごいんですよねす本当にね、はい、できるわけございません今 <laughs> <laughs> おデブですからいや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 であの直樹にあのまあちょっとあの告知的なことからもねちょっと、はい お願いいいしてもいいです、うん、これ一応僕が前のは読んでもいいですか「ふてま高校39期生同期会が」が、えー、明日ですねもうね、えー、10月の5日の土曜日6時から宜野湾市役所を向かい JA ジュビランス4階でありますあれもしかして俺って何期だったっていう人のために、えー、39期とは 説明しよう、はい、昭和43年4月2日生まれから昭和44年の4月1日までのあなたが 39, 39期生になっております男性が6000女性が5000円同級,生で同級生でミートンダになっている場合は1万円ということですよね、はい、であのもうお金の方はもう当日 持ってきてっていう感じですよね。もう明日なので、もう明日ですからね。もう振り込みではなく明日当日持ってきてくださいということです。あとはもう直輝兄の方からね、もうお願いします。あとあのね、まあラジオ聞いたなり、あとはオーダンマ見たなりで、あ行きたいなと思ったけど詳細知らない方いらっしゃると思うので、今回ドジッコ園の代表幹事というかは土崎の方で居酒屋ふるさと 営んでいる荒垣徹君なので、はい、えーと今、徹君の電話番号をお伝えしますのでそこの方に問い合わせしてもらった方がいいのかなと。はいはい、ということで電話を申し上げます。はいえー、荒垣徹さんは070-5271-0977、はいはい、もう一回言いますね070-5271-0977もしくはあのインターネットで。 北山高校第三十九期と、あの検索すると、うん、掲示板が出てきますんで。そちらの方にも詳細書かれてますんで、そちらの方、ご参照ください。はい、ありがとうございます。はい、結構、もう、たくさん、ね。 くる感じなんですよねそうですねもう事前の振り込め1 0名超えてるって聞いてますしあとはえっと振り込みはにやなかったんだけど当日来ますよって方も二十名ですかほどあうすごいじゃあかなりもう賑やかなねあの同期会になると思うんで皆さんぜひ迷ってることはもうぜひ行きましょう明日いきましょうはい本当にねもういろんななんか先生もいらっしゃるみたいにね 先週あの、うんはい、平野実行委員のしげさんが、ね <laughs> はい、来ましたけど僕今のところ56名の先生方かな担任、はい、の先生と、うん、あとは。<laughs> 卓球部の小室先生とか、そうですか。グシケ先生。あ、グシケン先生いらっしゃいます。僕らも怖かったです。だよね。今丸くなってると思うので。ああ、そうですよね。さすがにね。どうします、直樹に明日いきなりビンとされたら。俺はね、高校の時のいつ投げられたね。あのパイプを折りたたんで、ああ、マジですか。やられた。じゃそういう話も明日はね、再現しようかな。ね。 ええ本当に明日楽しみですよね。うねもう結構先の話かなと思ったらもうね明日になりましたねもうね。そうだね本当に。あってますね。あって今だね本当に。うん、もう明日ぜひ皆さんよろしくお願いします。ます明日ね繰り返しますけど11月のいつか土曜日6時からですからね皆さん、えー、ジブランスの4回で、えー、39期の同期会ありますんでねぜひ足を運んでください、えー、よろしくお願いします。お願いします。なおきにいに。はい。 楽しく過ごしてきましたが <laughs>、早いね、早いっすよ、<ねえ S 1> もうあの、先ほど、オカリナ奏者のチーナさんって呼んでましたけど、僕、直木ニーニーってね、もう昔から言ってるんでね、<あ>もう前も言いましたけど、もうぜひ、志摩市の一般トークを、<laughs> なんかあの長田の公民館も新しくなるんじゃないですか、もしかして。めしてるからねねねですよねですすよよ <うん S 1> あの長田の公民館も思い出深いですよね。だね、いろんなことやったからでもっね。何かあったら向こうでやってましたもんね、僕らね。うん、本当にいやー、そんな話も今度ぜひお願いします。<laughs> ぜひ、えー。じゃあ、今日うは、えー、オカリナ奏者のチーナさん、うんはい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました、はいえー。じゃあ、ちょっと曲を聴いてください。えー、マンハンハッタズで涙の口づけ はいお届けしているのは「マンハッタンズで涙のキッス」です。えー、もうね番組もそろそろ終わりに近づいてきました。<laughs> えー、はい。<laughs> えー、この番組は ボディマッサージとアロマのリメディアルアロマスクールサロンティーズ歯を守ることそれは命を守ること個人脱出しかクリニックマルコトラスクが大好評のワイズサポート酒類全般輸入卸し通信販売上位ワイ商事アパートの修繕リフォームのラッションプレスの提供でお送りしましたえー兄ちゃんさんからえー、メッセージ来てますねこんばんはお久しぶりですかよださん元気ですか元気です元気があれば何でもできるうん <laughs> そんな感じで今週もお届けしました。明日、えー、同期会大成功するといいですね。じゃあまた来週お会いしましょう。マクワドル高幸えー、<laughs> マクワドル高行でした。バイバイ。